第5のメジャー開幕、いよいよビッグマッチがスタートします。こんにちは、こんばんは、北海道ゴルファーのアゼリアルです。今回はザ・プレイヤーズ選手権の開幕前情報をお届けします。いや、ついに始まりますね、ビッグタイトルをかけた戦いが。まあ正確に言えばプレイヤーズは準メジャーと呼ばれているんですが、ほぼメジャーだと思ってください。前年度の優勝者はジャスティン・トーマス、優勝スコアは14アンダーでした。トップを走っていたリー・ウェストウッドを抜いて鮮やかに勝利しましたね。フロリダ州ポンテベドラビーチの南東ジャクソンビルにあります TPC ソーグラスが舞台となります。 TPC というのはトーナメントプレイヤーズクラブの略称で、 PGA ツアーがですね運営しているゴルフ場のことです。最近だとフェニックスオープンの会場となった TPC スコッツデールなんかが当てはまります。特に17番ホールが有名で、グリーンが池に囲まれている浮島グリーンとなっています。このホールでは多くの選手が池に入れる確率が高く、非常に見ていて面白いコースです。浮島自体が結構小さいし、グリーンも毎年硬いんですよね。まあ知ってる方は年始にあるトンネルズさんのですね番組内でやっていた芸人が浮島でボールをキャッチするやつを思い浮かべてみるといいかもしれません。ちなみにこの大会とマスターズを同じ年に勝った選手はこれまでタイガー・ウッズただ一人しかいません。この大会で優勝するとマスターズは優勝できないみたいなジンクスがあるそうです。さて今大会の出場者一覧がこちら。もう今更言う必要もないんですけどね、すごいメンバーです。ただ一つだけ残念なのが超人気選手リッキー・ファウラーの不在。昨年はフェデックスランキング134位とまさかのツアーシード圏外、スイング改造しだしてから思うようにいってないような感じですよね。彼にはねなんとかまたこの舞台に戻ってきてほしいです。そして注目選手10人を独断と偏見で選出しました。今回はねお気に入ってるというか、はい、当てに行ってます。普段の大会まあふざけてるわけじゃないんですが、ガッチめの予想です。まずはマシュー・フィッツパトリック、イングランド出身の27歳、実力は十二分にあるんですが、実はまだ PGA で勝ったことがない選手なんですね。今年は初優勝者が多いのでこの辺りであるんじゃないかと思って入れました。最近のね戦績見る感じ調子もすごくいいですし、本気であると思っています。そしてザンダー・シャウヘレ、アメリカ出身の28歳、東京オリンピックで金メダルを取っているので知っている方も多いのではと思います。この選手も本命の一人だと思っています。その根拠は明確にあるんですよね。それは彼がドローヒッターだからです。というのもプレイヤーズの過去の優勝者を見てみるとみんなドローヒッターなんですよね。ローリー・マキロイ、ウェブ・シンプソン、キム・シュー、ジェイソン・デイ、リッキー・ファウラーとみんなドローヒッターです。なので相性的にも大本命の一人となるでしょう。最後に前年度優勝者のジャスティン・トーマス、さっきのドローヒッターのリストの中にトーマスを入れなかったんですが、去年あたりからおそらくですがドローに球筋を変えてきてると思います。非常にフェードが上手い選手なんですが、もしかしたらマスターズを見据えているんじゃないかなと。今年に入って調子も上向いているので注目の一人ですね。公式のパワーランキングがこちら。なんか最近公式のパワーランキングもお気に来てないですか？まあ公式なのでスタッツとかしっかり考慮して選出しているんでしょうけど、あんまり面白みはないですよね。世界ランクと最近の調子を中心にランク付けしている印象です。公式のパワーランキングに噛みついてもしょうがないので、この中で注目はアダム・スコットでしょうか。最近は長らく日の目を見ないアダムですが、じりじりと調子を取り戻してきている感じがします。今年はプレジデンツカップもあるのでしっかり調子を上げて、やっぱりアダムには世界選抜に入ってほしいところです。さて今週のトピックスに参りましょう。世界選抜の交流会、先日のアーノルド・パーマー・インビテーショナル前に開催された世界選抜の話題です。先ほどもアダムの話でちらっと出しましたが、今年の秋にはプレジデンツカップが開催されます。世界選抜とアメリカ選抜が戦うチーム戦ですね。この世界選抜に選ばれる可能性のある選手が集められ、交流会の様子をですね、公式ツイッターが公開していました。その集合写真がこちら。ちょっとね帽子とかゴルフウェアを着ていないと名前が出てこない選手が何人かいるんですが、みんなかっこいいよね。日本人2人が少数派のワイシャツっていうのがきっちりしてる日本のお国柄が出てる気がします。
このパーティーでは誕生日が近かった松山英樹選手のハッピーバースデーもですね、みんなで歌ってくれていました。松山選手が照れてる様子が映っているので、興味がある方はぜひプレジデンツカップの公式ツイッターを見てみてください。あるディナーへの招待状が続々と。松山英樹選手がホストを務めるチャンピオンズディナーの話題です。もう今年もあっという間に3月ですね。ゴルフ界ではマスターズ開催まで残り1ヶ月を切りました。マスターズでは歴代の優勝者が集まるチャンピオンズディナーが毎年開催されます。そのホストを務めるのは前年度の優勝者、つまり今年は松山英樹選手なんですね。その特別なディナーの招待状が参加資格を持ったチャンピオンたちに続々と届いているみたいです。それがこちら。しっかり下の方に英樹松山ホストって書いてありますね。これを公開してくれたのは南アフリカ出身のトレバー・エメルマン。2008年にマスターズを制覇した南アフリカのレジェンドの一人です。今年のプレジデンツカップのキャプテンでもあるんですね。エメルマンも松山選手が考えたメニューを楽しみにしているようでした。どんなメニューになるのか、そちらも楽しみですね。さて今週の見どころです。1つ目、福島グリーンの名物17番ホール、特に手前にピンが立った日は池ポチャ大発生なので要注目。2つ目、誰が勝ってもおかしくない万人向けのコース。ここ20年で同大会を2度制したのはタイガーウッズのみなんです。つまりこのコースは誰が優勝してもおかしくないという裏返しです。と言いつつも、僕の分析ではドローヒッターが有利なのではないかなと思ってます。大会史上連覇を成し遂げた選手はゼロなので、トーマスの連覇にも期待してます。最後に、現地でも熱視線を受けている松山英樹選手、現地の評価では TPC ソーグラスとの相性が最もいい選手の一人とされ、かなり注目度が高いです。2年前はコロナウイルスのため2日目から大会が中止となったんですが、その時トップに立っていたのが松山英樹選手でした。フェデックスランキング1位を奪い返すため、また近づくマスターズのためにもここで弾みをつけたいですね。松山選手はオーストラリアのキャメロン・スミス、チリのホアキン・ニーマンとのペアリングになります。それでは週末の試合をお楽しみに。